今日はファンクキ秘伝のメニューを皆さんにお教えしたいと思います。トマトね、いっぱいね消費しないと大変最初にねトマトをね扇形にカットします。それでね玉ねぎをね半分、これをね細かくカットし、そしてねレモンを好きな形にカットしてね、1と2をねタッパに加えます。それでね一番最初にねトマト引いて玉ねぎ引いてレモン引いてとか、まあ、順番はどっちでもいいんだけど、その上からまたトマト玉ねぎレモンでねミルフィーユ状態にねどんどんね敷いていきます。ジャスのねお腹みたいにパンパンになったらね、その上からね蜂蜜をね 300g 入れます。ファンクキはねこのね加糖蜂蜜大好きですよ。甘みがね鋭い、ちょっと高いけどね、でもね美味しいの作るんだったらねこの加糖蜂蜜がねおすすめです。玉ねぎはねいっぱい入ってるんでね血液サラサラになりますよ。それでねタッパのね蓋を閉めたらね一晩ね冷蔵庫の中でねお眠してもらいます。それでね一晩開けたのがこんな感じです。やばいでしょ夏にはねもうほんとたまらないメニューですよこれ。匂いもねもうトマトの蜂蜜のいい匂いがプンプン、レモンのねいい香りも漂ってますよこれ。いくらねダイエットと言ってもねこれだけだと寂しいんでね、今回はね山崎三角シベリアをね一緒に食べることにしました。これ知ってます？山崎のねロングセラーでねめちゃくちゃね今でも売れてますよ。カステラの間にねあんこ入ってんのよ。これねもう昔から食べてるけどねもう未だに好き。それじゃあね飲み物も作りたいと思います。カルピスとね血を帯びたドリンク、多分ね愛情がねいっぱい入ってると思う。どんなね味になるかね、それはまた後ほど。色はね、美味しそうでしょ。それでね、マリネの方はね、やっぱり美味しい。ね、玉ねぎのね、酸味がね、あとレモンの酸味、これがマッチしてすごくね、美味しいですよ。で、トマトとね、蜂蜜のね、この甘みもやばい。夏バテね、しそうな人とかね、あと血液ね、サラサラにした人とかね、ぜひね、これを食べてみたらどうでしょうか。ファンクとってもおすすめです。それでね、シベリアもね、やっぱりうまい。でね、肝心のね、飲み物なんだけど、なんか、これ液体じゃない。液体なのに、粉のね、ラムネの味がする。なんか不思議な味になった。すごく面白かったよ、これ。中学の時にね、遊びに行ったね、友達ん家でね、そこのママンから、トマトとね、あと、何かな、レモンとあと、フルーツが入ってたのね。そういうののマリネを出してもらったの。でね、酢が入っててね、結構酸味強くて、それも美味しかったんだけど、ファンクはね、こっちの方が結構好きかな。もしね、機会があったらね、皆さん食べてみてください。塩も入れてもね、美味しいですよ。甘み増して。ファンくんちはね、入れないけど。